どうも、こんばんは、ヤネムです。今回は東京ぐるりインボーク、新しいイベント赤き因縁やっていきたいと思います。で、先日のですね、金木有馬誕生日会社で手に入れたこの金木を使ってやっていくんですけども、まあ、こんな感じで、まあ、まあ全然未完成です。あのアタッチメントあって余ってたやつをポンポンポンって入れてただけだからね。でこっちのさ、あのバースデーカードで交換したんですけど、1枚はとりあえず、まあ、こんな感じでですね、下のアッパー系が1個もついてないです。はい。もうアタッチメントも余ってたやつ。まあ、重造はいつもこんな感じなんですけど。で、フレンドはクリスマス秋だということで。まあ、勝てるんちゃうんかなっていうことでね、やっていきたいと思います。まあ、勝てるんちゃうんかな。いきなりボス戦かな、これは。この BGM は。そうだね。相手がブレイク4000、2000、6000でアタックダウン無効。は？おい、ふざけんな。アタックダウン無効ってもアタックダウンするやつ連れてきたんだが、スキルで。ちょ、こいつ許さん、マジで。重造で殴ってどうなるんだろう、これ。できれば金切りやりてえかな。あー、オッケー。いけ、金切りパンチ。で、これ2ターンだっけな ?1 ターンか忘れたんですけど。お、いいね。こんな感じで壁出して、これで重造引っ込めようか。援護する。これでで、から多分2ターンだと思うんだけどな。あ、めっちゃ食らうやんけ。ブレイクを 150% にアップ。あいつブレイク1枚皮剥がしても速攻であれだな。アキラ、あー、いい感じよ。金木で殴って、おおおおおなんかザスザスやってるわ。いいね。34万マジンゴこれ出して、 OK。 とりあえずアタックダウン向こう早く剥がしたいね。やめてマジで。あ、ブレイクリジェネーターをリジェネレーターだっけ、わかん、忘れたけど、それを金木につけてきたらよかったな。やるな。ここ金木でスキルブースト使って殴りますか。畳みかけます。やるな。いいぞ。やるな。でからアキラが次多分溜まるな。こいつまひるのか。あ、まひらなさそう。最近の敵はなんかどいつもこいつもまひらないような気がするんだけど、気のせいか。確実に麻痺のスキル持ってるやつ誰だっけ。それまだいなかったっけ。あんま覚えてない。つかたまんなかったな。金木すごい、なんかカグネがさ、こう なんだろう、こう言い表せないけど、よいしょ。いつ金木の覚醒切れるんだ、これこのターンで終わりかな。もう切れたか。早く相手の攻撃力ダウンさせないと。ここら辺です。やべ、強っ。ここでダウンさしとかないとまずいな。 OK、 ダウン。金木出して、あ、まだ全然いけんじゃん。やるな。これ飛ばせないか。うわー、渋いな。これ飛ばせっか。押し通せ。オッケー。なんとか最後いけたわ。やっぱアタッチメントって大事だね。あ、アタッチメントつけてないだけでねえまともにつけてないとこういうことになるんで、アタッチメントはしっかりつけましょうという教訓。そんな動画でしたね。はい、ということで、まあ一応今金木を2凸させてるんですけども、まあ5まで持っていくと思うんだけども、重造の方もなかなか捨てがたいんで、片一歩ずつをこう2回3回ぐらいでこう分けて、共鳴させようかなとも思ってるんですけども、やっぱり僕は金木を5凸させると思います。それではさようなら、また次回の実況動画でお会いしましょう。